岐阜女子大学は、岐阜県岐阜市太郎丸8十二本部を置く日本の私立大学である。1968年に設置された、大学の略称は、岐阜女子大、岐女大、GWU。家政学部、文化創造学部の2学部、大学院生活科学研究科、大学院文化創造学研究科の2研究科を要する女子大学である。 岐阜県唯一の4年生女子大学である。面倒見が良い女子大学で全国1位、小規模だが評価できる女子大学で全国3位、女子大学の実習職率で全国3位を獲得している。大学としての教養、基礎、さらに各専門の確かな知識、技能の習得と自分の目的に適した資格取得を目指して指導すること、知識、 技能を社会に貢献できるように、実践、実習、詐欺総祭りなどいろいろな活動の場を用意し、実践力を育成すること、知識、技能を持ち実行するにあたり、相手の立場に配慮する力、考え方を工夫する力、批判的で創造的な力、さらに、これらの力を活用する力として、資料深さを育成することの3つを教育方針としている。 本部文化情報研究センター通学生、通信制国内大学国外大学、岐阜女子大学基本情報大学ポートレート、up-suj.shigaku.go.jp2020 年5月11日閲覧。 h t t p s g i j o d a i j p スラッシュファイルスラッシュカウンセリングランキング pdf2019 年全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学岐阜女子大学2020年5月11日閲覧大学の方針岐阜女子大学 g i j o d a i j p 2020年5月11日閲覧 同英流命。岐阜女子大デジタルアーカイブ研究所開解説。毎日新聞放送大学平成28年度単位互換案内。ありがとうございます。